北越産業さんより何やら封筒が届きました。思考のライン003と002、果たしてどんな意図なのでしょうか。馴染みがいい、馴染みがいい、水切れタイプいいよ。肩押す。糸が見えない。映るのかな、そんな細い。これは糸が見えない。糸が映らないほど細いラインです。ツルツルだな。複合特有のザラザラ感はありません。ハイブリッドスムースメタルよりさらにツルツルに感じます。この思考のライン002を使って仕掛けを作っていきます。まずは付け糸、いつも通り片編み付けで編み付けていきます。普段はゴールドメタルの005を使っており、どのぐらい差があるのか楽しみです。普段ゴールドメタルを使っている理由が圧倒的な水切れです。以前は複合をメインに使っていましたが、ゴールドメタルを使い始めたらもう複合に戻れなくなっていました。目印は一応ソフトに噛みつけました。ただ単線のゴールドメタルの欠点が、どうしてもゴミなど流れてきてしまった時に一発で切れてしまうことです。なのでおとりを突然ロスする回数は多くなります。そこが欠点で水切れが良く、馴染みが良く、目印が固着しない複合がないかとずっと探していました。触った感じ、見た感じは今まで見た複合の中で一番細いように思います。そして引っ張った時には強く切れる気がしません。凹凸も他の複合に比べ物にならないぐらいありません。ちなみにこれは以前使っていた005の複合です。カメラにも映るぐらい太いです。では実調に移りたいと思います。この始めた時の気温は13度、9月29日です。まずは泳がせで釣っていきます。抜群の馴染みです。馴染みがいい、馴染みがいい、水切れタイプいいよ。肩かかった。すぐにかかりました。オス、オスのでっかいようだ。これ、少しおばせを作ってやると沖の方へスイスイと泳ぎ出します。第一印象は普段使っているゴールドメタルの単線と全く違和感なく使えるということです。もしかしたらゴールドメタルの005より泳ぎはいいかもしれません。また釣ってる最中、糸は細いんですが重さを感じます。おそらく比重は本比重で単線の 6.45 より重いように感じます。その分沈み馴染みがとてもいいです。こういうふうにおばせを作るんですが、普通の複合だったら水切れ抵抗によって
おばせがかなりできるんですが、この糸はおばせた時に適度におばせが効いて、泳ぎもスムーズに泳いでくれます。こんな泳ぎはゴールドメタルにはなかったです。本当にゴールドメタルより泳ぐ気がします。いいね、ちょっと高いんですか。滑りそうだからちょっと危ないな。はい、こうやってじーっとしてる状態よりも泳いでって泳いでったところでかかるのが多いね。動いてるのがかかる。ワイルの入りとかにスポンと入った時にかかるんだ。時期的なもので濡れているのか、波立ちがある方がかかるとか、鏡の方がかかるとか、そういうのはあんまり関係ないように思いました。あとは石の大きさ、そういうのもあんまり関係ないように感じました。アユの泳ぐ方を泳ぐ方に優先する釣り方が一番良かったです。網飛ばしも余裕で行えます。かといってバンバン泳ぐっていうわけでもなく、適度な速度を保ちながら泳がせられます。このようにじわりじわりと泳いでくれます。そして感じたことがもう一つ、感度が抜群にいいことです。普段使っている糸よりも感度はいいです。アユが糸や針に触れた時っていうのがすぐわかります。普段はこういう石の頭はいいポイントになってるんですが、こういうところに入れてもかかりません。なんともない流れとか、なんともない鏡とか、浅場とか、そういうところでこの日はよくかかりました。次は流れの速いところをやってみます。ここでも馴染みはとてもいいです。
こういうふうに背の中でもおばせを若干作るとスイスイと泳ぎます。強さはこの002という細い糸でも竿が勝つか負けるかぐらいの強さらしいです。最後はこんな時期ですが、この背でボル引きも試してみます。全く問題なく沈みも馴染みも抜群でした。見える？あ、見える見える見える。今1時間ぐらい使ってみてどこも悪くなってたりはしてないね。たまに石に擦れることもあったんですが全く問題ありませんでした。目印、まあゴミの多いところとはまた別だけど、目印もなんとも問題ない。スルスル、あ、ここ引っかかるところがある。3、4回目印の高さを変えました。ここほら、ここちょっと表面の繊維が集まってる感じ立てて、ここに引っかかる。もうこれ以上下がらない。目印が引っかかる。目印のあれ取れちゃった、引っかかっちゃった。これが、あ、これがちょっと欠点だな。これ目印を動かすと上は大丈夫。一応目印以外は順調だった。今度は003で父がやってみます。今度は003。ちなみにこの003は AH が折れるぐらい強いみたいです。来年はこの糸ベストに忍ばせておきたいと思います。馴染みはどう？スッと底が入るから。あ、この思考の糸のメリットは馴染み、沈み、水着で泳ぎ抜群にいいことです。欠点は目印だと感じました。来年目印の位置を固定して、例えば1メートル間隔で目印をつけてそのまま動かさないで使えば抜群にいいと思います。